人の戦が怨念を生み、怨念が妖を生むか、御霊を鎮めたまえ。
ベンケイが武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。汎用として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む、あやかしたち。そして、 私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に、この源九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、 源氏に伝わるあやかしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たな稀人の光。 同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。